こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Facebook の便利な小技をご案内したいと思います。ご自身のブログやサイトをお持ちの方は Facebook のバナーを、これは私のアメブロになるんですけれども、このように Facebook のバナーを貼っていただくと、こちらからFacebook へたどり着いてお友達の、リクエストなんかもできるようになりますので、こういったバナーを貼ってあげるとここからもお友達を増やす、効果的な一つの手段だと思います。今回はこちらのバナーを作成してみたいと思います。私のアメブロから来ていただく場合はこちらの方バナーを作成というここをクリックしていただくと Facebook のバナー作成のページに飛ぶんですけれども、こちらの解説ページ、動画ファンの解説ページの方にリンクを貼ってありますので、よろしければこちらをクリックしてみてください。ではここをクリックします。その前に一つだけ、Facebook をご自身のアカウントでログインを必ずしておいてください。ではここをクリックします。そうするとこのような形で、プロフィール用バナーというページが表示されました。もう勝手にこんな感じでプレビューが表示されてるんですけれども、これで良ければもうこのままでいいんですが、少し編集をしてみたいと思います。このバナーを編集というこの右上のこちらですね、ここをクリックしてみましょう。そうするとこんな感じで編集画面が出てきます。今これ縦ですね、横にするとこんな感じ、2列レイアウトはこんな感じです。こんな感じでアメブロとかサイトの、サイドバーに設置していきたいと思いますので、縦がよろしいと思います。縦を選択してください。これですね。で、表示項目が今プロフィール写真、 Facebook のプロフィール写真ですね。それから Facebook の名前、あとは、自分のウェブサイト、それから近況アップデートというふうにチェックが入っているんですけれども、写真と名前と近況アップデート、この3つは必ず入れておいた方がよろしいかと思います。それ以外は、ご自由にいろいろ設定をしてみてください。こちらの方チェックを入れていただいて、保存するをクリックします。そうするとこのような形でバナーが更新されましたとなります。続いて今度はこの追加する場所を選択、3つボタンが出てるんですけれども、ブロッカーとかタイプパッド、こちらをご利用の方はここのどちらかをクリックしてください。それ以外の、サイトとかブログにこのバナーを設置したい場合はアザーですね、これをクリックします。そうすると、下のコードをコピーしてウェブサイトに貼り付けてくださいということで、今これだけ表示が出てるんですが、これ実はとっても長いです。すごく長いコードなんですが、これだけ今表示が出てます。この四角の中を1回だけクリックしてあげると、すべてこのようにブルーになってすべてのコードが選択されますので、この状態で右クリック、コピーをクリックします。それではですね、アメブロのこちらの方に設置をしてみたいと思います。ではまずアメブロのマイページを開きます。開いて、管理トップ。この辺はブログ会社とか、サイトによって変わってくると思いますので、これはアメブロのやり方になりますので、参考だけお願いします。設定管理から、フリースペース編集、アメブロの場合プラグインの追加でもフリースペース編集でもどちらでもいいかなと思います。フリースペース編集の方に貼り付けます。ちょっとプラグインの方いっぱいになってますので、はい。それではですね、この一番上のこのコードは実はちょっとこちらになりますので、この下ここに貼り付けていきたいと思います。先ほどのこのコードですね、これコピーしたコードをそれではここへ右クリックして貼り付けというふうにやると、こんだけ実は長いコードだったんですね。表示はこれしかないですけれども、コードとしてはこんなに長いコードになっておりました。バナーだけだとちょっと寂しいので、一言コメントを付け加えておきたいと思います。
はい、こんな感じでコメントを入力しました。はい、こんな感じでコメント入力しました。プレビュー、ここをクリックしてみましょう。そうすると様子が見れますね。ちょっとこれだと左側に寄っちゃってちょっと格好が良くないので、真ん中合わせにしたいと思います。真ん中合わせのコードを入力します。中央揃えにしたいときはこのセンターというコード、こちらですね、センター、そして最後にスラッシュセンター、このコードで囲ってあげると、じゃあプレビュー見てみましょう。そうするとこんな感じで中央揃えで、綺麗に収まったと思います。こんな風に、バナーの設置ができました。これをあとは保存という風にしておけば、自身のブログの方を確認していただければお分かりになるかと思いますが、こんな感じでバナーの設置ができました。こちらのバナーをクリックしてもらえれば、私の Facebook のタイムラインの方に飛ぶことができます。このようにご自身のブログやサイトをお持ちの方で Facebook のお友達を増やしたいと思っている方は、ぜひ Facebook のバナーを作成してご自身のブログ、サイトの方に貼り付けてみてください。そこからもお友達をどんどん増やすことができるかと思います。ぜひお試しになってみてください。それでは以上となります。